ほらほらほら来た。来たんすか。来ましたね。これもしなり。ね。ね。そんな別になってないけど。ほらよいしょ。ほらやりちゃん。ほんと。エンペラあたりを食べてみらんですか一回。エンペラ？ええ、新鮮なもうちがいいですよ。違うんすか。はい。おいしい。え、ちょっとエギが不思議な感じになってますね。ちょっと待って、一回処理場千箱となったけどさ、お墨の方がね、あ、めっちゃ墨かかってるやん。開始早々、ちょっとそのままじゃあエギの紹介。これですね、キーストンのジャドエギなんですけど、上に何て言うの、これキビナゴですね。キビナゴ、まあ、この塩漬けしたキビナゴが水分が抜けて身持ちがいいんで、うん、あ、そうなんですね。おすすめです。エギングのルアーのいいところと餌釣りのいいところをいいとこ取りしたような釣り方になってるんで、これで今日大爆釣狙っていきたいと思います。今日ね使ってるエギです。山下のねもぐもぐサーチってやつ、こういうやつ、上にねキビナとかねささみとかつける形になってます。ゴムになってる、ね、渋いは渋い。こうで横に止めるところが、ね、ついてるって、こういうエギです。こう、あ、いや違います、横でいい、横でいいと、あ、横でいいんだ、はい、横で、うん、パチって止めるだけじゃないですか。そうそうそう、そうなんだよ。めっちゃ簡単やん。簡単なはずなのに全然つけれないじゃないですか。こんな感じらしいです、はいはいはい、これね、ちょっと初めてなんですけどやってみたいと思います。お、あ、こっちも来た、こっちも来た、こっちも来た。来ましたか。来ましたね。あ、来ましたね。うんうん、いいですね。おめでとうございます。うわ、めちゃめちゃいいでこいやん。あ、なんだこれ。でかい。でかいでかい。これでかい。これオスっすよ。これオス。オスの方が美味しいらしいですよ。うん、ですね。絶対うめえやろこんな。ちょっとグロテスク映像になってないですかこれ。皆さん釣ってますね。来ました一頭目。一頭目でしょ。ほらほらほら、あ、まあまあいいサイズじゃないですか。いいサイズ、いいサイズ、かなり、うん、押す押す、ほら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 、でかいでかい、え、やばバリでかいじゃないですか、やばえぐ、35あるでしょ。35ぐらいある、えぐ。あ、ナイスです、ありがとうございます。じゃあ行きますよ。ほら、よいしょ。まあ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 、あ、まあ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 、オスとメスどこで見分ける？え、オスとメス、もう大きさで見てますね。あ、そうなんだ。メスが20から、まあ、25とか同調がですね、オスになると、まあ3まあ、25から35、40、一番大きいやつで40とかあるんで、これで25ぐらいありますもんね。あるね、うん、多分オスじゃないかな。おめでとうございます。ありがとうございます。なんか言う、ん、なんて、なんか言ってます、なんか言う、マジか。おい、当たった、今は当たりましたね。はいはい、今のは分かりましたね。トゥンってこう軽く当たった感じですね。うい、いいじゃないですか。6杯目です。6杯目。連発っすね。連発しますね。エギエスタックンと一緒？タックンと一緒です。あ、一緒。おめでとうございます。ありがとうございます。来た、よかった。あ、来てる、絶対来てる、来てる。おお、あ、でかくない、でかくないこれ。これでかいよ、マー君。うん、ぶり上げて、ぶり上げて。いいサイズ、いいサイズ。長い。長い。来ましたね。ありがたい。無駄に長いです。刺さりますよ。お、来ましたね。これいいサイズでしょ。これでかくない？でか。30がありますね。ね、これ余裕であるね。おっしゃ。いいと食べなくて。いいっすか？いや、いいよ。ですか？うん。食べ方よ。やめ。さっきよりはでもちっちゃい顔うちにないですね。さっき大きかったもんね。さっき、はい、あ、おめでとうございます。いいっすね。検索です。検索です。
剣先です。剣先ダンスお願いします。剣先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 人がいるんで。はい、これ来ましたよ。ほら来た。本当だ。ほらもそ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 でしょ。あ、そう。何回もアタックしてくるやんみたいな。抱いたのもパッキン分かったんで。もうヤリイカの気持ちはうん、分かりますよ完全に。おお、いや、いいサイズ。うん、おめでとうございます。なんだろう、あの人怖いわ。いいサイズのね、いいサイズのね、剣先、たくん釣ってくれてる、はい、何するんですか、これ。これ今からね、釣り場で食べるっていう刺身でしょ。はい、刺身にします、はい。すごくなんか光ってるわね。ちょっと地面で行きます。地面で行き無人島かってざっくりでいいでしょ。はい、切れ目は入れて寝ちゃうんだ。あ、いい、切る。美味しそう。めっちゃね、一刻も早く食べたい。あ、あかん。あ、ごめん。あ、ちょっと木漏れ日ってる。大きな木漏れ日っちゃダメよ。大きな声出してんじゃねえよ。だんだんもう食べたいのがもう熱さに出てきちゃってますね。すいません皆さん、はい、もう気持ちが前に出ちゃうタイプなんです。もう行くぜ。ほーら、まだ残っとった。じゃあいただきます。うまっ。うまい。マジうまいです。うまい。コリコリして甘みもあって、あ、正直アオリイカより美味しいですね。それでもそれもエリール残っとった。うまい。うまい。うわ。あ、あ、もうあれか、声が綿菓子みたいやもん。え？綿菓子？綿菓子ってどういうことよ。全く伝わらないよ、その緑と。あ、お、綿菓子ね。じゃねえし。ね。ティッシュがないから手で拭いてほら。手で拭いてって。出てんの？え、出てるじゃない。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、楽しかったですね。いや、やばかったでしょ。面白かったでしょ。言ったでしょ。やばい。どんどん回遊してくるでしょ。退屈しないから。退屈しないでしょ、うん、そういうことなんですよ。そういうことです、うん、今日はね、あの初めての参加者、トーマくん。トーマです。ちょこちょこ一緒に釣り行ってます。そうです。今回は良かった、本当に。セッタエギング、セッタエギング、セッタエギング。そうです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。美味しかったですよね、途中のイカも。美味しかった、美味しかった。刺身にして、うん、大満足でした。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と、はい、グッドボタン、はい、あと1個なんだっけ。刀削麺、刀削麺。なんか刀削麺。よろしくね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。